い、こんにちは。横浜純正一筋しんどくんです。4月25日の TS 第1弾で登場されました横浜 DeNA ベイスターズの山崎康晃選手、獲得を迷われている方も多いのではないでしょうか。安崎選手はね、能力はめちゃくちゃコロコロ変わるタイプの選手なんですけれども、 X なんかを見ててもね、これが過去最強の安崎なんじゃないかという声もちらほら見受けられます。リア対面で言うと、確かにね、スライダーカットボール、この組み合わせが使えることと、あとね、希少価値の高いナックルボールを持っている。これはね、なかなかの武器ですが、進路がね、ずっと愛用しているこちらの安崎さんはですね、まあ、上ツーシームとフォークボール、これの組み合わせがね、結構強いんですよね。まあ、その他にもこちらのね、セレクションの方の、まあ、スラカット安崎、こちらもね、かなり強いですし、あとはね、最近出てるこちらのね、シンキングファストとツーシームファスト、こちらの組み合わせの安崎さんも結構強いといったところで、継承を迷われてる方も多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、これだけね、たくさんの安崎さんがある中で、この安崎さんの強さがどれぐらいに位置するのかっていったところは、本当にね、打ってみないとわからないっていうのが本音です。僕はですね、まあ強いものは強い、弱いものは弱いとはっきり言うタイプですんで、まあそのあたりはね、ちょっと信頼していただきたいなというふうに思います。ということでね、今日は安崎さんゲットした視聴者の方とルーム戦をさせていただいて、正直な感想を皆さんにお伝えできればなというふうに思っております。ランキングイベント走るか迷われてる方や継承を迷われてる方の参考になると思いますので、ぜひね、最後まで見てってください。それでは早速本編へ、バモス。やってしまったよ僕もね、ランキングイベント走ろうかなと思って、最初に30連引こうと思ったんですよ。30連目で引いちゃいました。ありがとうございます。まあ、特殊能力もね、3まで上げて、ピリツ1律の方で今日は試合していきますんで、こちらの安崎さんの使用感なんかもお伝えできればなと思います。最後までぜひね、見てってください。それでは試合へ、どうぞ。さあ、それではやっていきたいと思います。お相手の方はですね、横浜純正で打率6割9分2厘打ってる方ですんで、まあ、かなり強い方ですと。で、まあ、その方に、安崎さんがね、どれぐらい通用するのかっていうところもちょっと見ていきたいかなと思います。まずはね、ランクルールですね。ギリギリ、あー、そう、それでいきます。1番 DH ダクリ、いやー、ナイスボー、はい、ナイスバッティング。さあ、こっから安崎さんですね。ちょっと楽しみだな。さあ、伸び発動。はい、じゃあね、全部球種見ていきたいと思います。はい、ツーシーム、これがカットボールですね。サードうん、おはいはい、めっちゃ止まるね。思ったより遅いね。あー、センターフライ、いや、あー、うんまあ打てんくはないね。まあでもロマンはあるよな、やっぱりな。さあ、通信エスパー、うーん、ナイスバッティング。まあ攻め方的にはね、このお相手の方みたいに、まあこの2種類のツーシームを軸に攻めていくのもありだし、僕は多分ね、スラカット中心に攻めていく配球の方が多いかな。まあそれはね、人それぞれだと思うんですけどね。さあ、対右打者。対右打者の効果ってどんなんだったっけな。ちょっと画面の横に載せておきます。さあ、これがスライダー。うわぁ、惜しい。めっちゃ飛ばす。カットカット。ああ、ボール球。うおうん、ナイスバッティング。まあ多分ね、もうこれバテてるっぽいんであれですけど、まあどうだろう。初見でも打ててしまったな。まあ、やっぱ純正民の中で、まあ、超高速で前やったらね、スピリーグとかで使いたいなと思う方もいると思うんで、まあ、ちょっとね、次、超高速の方見ていこうかな。さあ、ちょっとね、ノーアウト二塁からという場面なんですけれども、安崎さん行きたいと思います。まあ、やっぱこのね、スラカットっていうのがやっぱいいよね。うわ、うまい。よし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 、危ねえ。ナックル、よしよしよし、ファールかと思ったまあちょっとね、相手が上手すぎるってのもあんまり検証ならないんだけどね。取って、
はい、OK。まあ、あとはね、このインコースのライン側っすよね。こっからツーシームで流すか、そのまままっすぐでいくか、みたいな。そこの配球がメインになってくるかな。あと、まあ、高めから入れると見せかけて、実は、ボール1個分外すとくね。この辺とか見せてって、今度は取っていく。よし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 。合格。はい、じゃあ続いてはですね、超高速の方行きたいと思います。5月5日からね、大会始まりますし、セリーグオーダーとか組みたい方も、まあ、この矢崎さんね、ゲットできた方は、使いたいと思ってる人多いんじゃないでしょうか。ということでね、ちょっと大会ルールの方も最後まで見ていただけると嬉しいです。ギリギリです、完璧で。さあ、それでいきます。1番ディッチ高めり。うわー。さあ、じゃあここからね、矢崎さんっすね。はいはいはい、通信ね、刮目せよ。うおー、ナイス。さあ、伸びが発動と。あ、やっぱでもあれだね、ストライクからボールのこのツーシームがもう振っちゃいそうな気はする。あー、いいね。そう、そのツーシーム警戒してるところからね、ちょっと甘く見えるんですけど、ここのスライダーも嫌かなと。よしよしよし。スライダーもね、そのボールゾーンから入れるんじゃなくて、ストライクから真ん中に入ってくる。しくった。よし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 。どうだろうな。でもやっぱツーシームフォークの組み合わせがある方が結局嫌かな。よいしょ。まあしんどいんじゃないかな。いや、ちょっとね、僕もまあ獲得できたんであれですけど、継承めっちゃ迷うな。どっちの方がいいんだろう。ちょっとそこね、皆さんコメントいただきたいな。まあでもどうだろう、スラカット使えるって時点でこっちの方が強いのかもしれないね。うわー、微妙、本当に微妙なところ。そうだね、第2球種がね、これチェンジアップじゃなくてね、フォークだったらめっちゃ強かったんですけどね。スライダー投げそうなところからのツーシーム、はい、ナイスピッチ。でもツーシームね、この辺からボールに投げてあげるのを見せておくと、よし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 。まあ、えぐ、はあ、そう、今のところを見せてあげて、で、見逃してくる相手にはね、まあ、そこ、同じところから、フォーシームでストライク取ってあげたりすると、カウントは整えやすいかな。はい、OK。いいやん、安崎。はい、ナイス。さあ、で、このね、安崎さんの嫌なところはね、右バッターでダブルプレー取られやすいんですよね。こっから、こう、ツーシーム入ってくる球。これをね、打ち取られ、もうバッター。早っ。パパバブちゃん。パパバブちゃんなの？うん。そうか。うん、赤ちゃん。パパ赤ちゃんか。うん。そうか。パパかっこいい？赤ちゃん。パパ赤ちゃんか。そうか。パパかわいい。パパかわいい？うん。でしょ。うん。パパちりぼう。パパちりぼう。うんち。ちょっと向こうの部屋行けるか？すぐパパ行くからね。ドドドド。はい、じゃあ、まあ大量援護をもらった後の安崎さん、さすがに6点あったら抑えてくれんと困るよ。あ、惜しい。ほら、うーん、ミート打ちで繋いできてんな、これは。ゲッツーのーツボ。あ、ほら、ゲッツー。いやー、マジゲッツー。振ってくれ。打った。やっと俺、もう、いやー、そんなに完璧には打たれてないんだけどね、全部ね。まあでもそれは相手の技術っすね。困った時のナックル。よし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 、取れよ取れよ取れよ。おお、よし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 。困った時のナックル、最強説。いやー、バテちゃった。バテちゃったよ。この辺のナックルどう？取って。よし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 。投げ切っちまえ。安崎いける。バテシーム。よし、振った。取れ。よー、新法ということで、安崎さん、まあまあ、やれますね。うん。まあ、ちょっとね、対戦相手の方の、感想も聞いてみようかなと思います。画面の横に載せてると思います。僕がね、対戦してみた感想なんですけれど、まあどうだろう、超高速だったらやっぱツーシームフォークの方が、僕は嫌かな。
まあ、僕の順位だとそのツーシームフォークの安崎さんで今の安崎さんでセレクションの安崎さんでその次に、シンキングファーストとツーシームファーストの安崎さん、まあ、この順番かなというふうに思ってます。まあ、この安崎最強説っていうのがね、まあ、あのツイッターの方でも流れてるんですけれども、まあ、それはね否定するつもりはないですけど、まあ、僕が感じた中では、まあ、そういった結論になりましたかね。コナミさん、もうめちゃくちゃいいものをいただきました。ありがとうございます。いや、そんなね、動作の影響なんてもう気にしないでください。はい。もう1ヶ月ぐらいね、リアタイできなかったとか、もうそんなことね、どうでもいいんですよ。もう自チーム契約書だけいただければもう何でもいいんですから。狙いはですね、隣に書いておきます。まあ、ウェンデル県一択かな。まあ、神茶さんも欲しい。この二人かな。大田大志さんもまあ嬉しいかな。さあお願いします。今日もここまでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの人はねぜひよろしくお願いいたします。さあ頼む、いでよウェンデル県。これは新選手確定か。サチコどうだ、ウェンデル県。おー、嬉しい嬉しい。初めて。明日の動画は結構自分の中で神回だと思ってますんで楽しみにしててください。それでは